デリオロッシはイタリアリミニ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。1978年にプロデビュー。現役生活を通じてセリエ B 以下のカテゴリーでプレーし、その大半をフォッチャカルチョで過ごした。1989年に29歳で現役を引退した。アマチュアクラブやフォッチャのユースチームの指導者を経て、 1993年に US サレルニターナ1919 19の監督に就任。同クラブをセリエ B に昇格させる。その後、他のクラブで指揮を取った後にサレルニターナに戻り、1997年にはクラブ史上二度目となるセリエ A 昇格を果たした。翌1998から99シーズンも引き続き指揮を取ったが、 降格権を抜け出せないままシーズン途中で解任された。2002年より3シーズン指揮した US レッジでは若手の育成に手腕を発揮し、セリエ A への帰り咲きと残留を達成。2004から05シーズン途中にはアタランタ BC の監督に就任し、最下位に低迷していたクラブを再生させるが、降格を回避するには至らなかった。2005年、 アタランタでの功績が認められ、財政難に苦しむ SS ラツィオの監督に就任。ゴランパンデフとトンマーゾロッキの2トップ、ファビオ・リベラーニとステファノ・マウリの中盤を中心とした、プレッシングとショートカウンターを主軸とする効率良い、サッカーを展開した。2005から06シーズンは6位、続く2006から07シーズンも3位と好成績を収めた。2007から08シーズンは、 リーグとヨーロッパの二つの舞台を戦うことになったが、クラウディオ・ロティと会長の緊縮財政路線により、十分な選手が得られなかったこともあり、シーズンを通じて低迷。自身初となる UEFA チャンピオンズリーグにおいても、グループリーグ再開で敗退した。翌2008から09シーズン、リーグ戦では、不安定な成績が続いて10位に終わったが、コッパイタリア決勝にて、 UC サンプドリアを破り、5年ぶり5回目の優勝を果たす。これを置き土産に、シーズン終了後に対談を発表した。2009年11月23日、ワルテル・ゼンガの公認として、US チッタ・ディッパレルモの監督に就任。チームの立て直しに成功し、AC ミランやユベントス FC といった競合クラブを、月記派、5位でリーグ戦を終えた。 翌2010から11シーズンも引き続き式を任されるが、2011年2月27日のウディネーゼカルチョ戦で0から7と大敗し、翌28日に解任された。しかし、公認のセルセコズミが結果を残せず4試合で解任されたため、4月3日にパレルモの監督に復帰。コッパイタリアでは決勝まで勝ち進んだが、インテルナツヨナーレミラノに敗れた。 シーズン終了後の6月1日、再びパレルモを退団することが発表された。2011年11月7日、アッコフ・フィオレンティーナの監督に就任。成績不振に陥ったクラブの再建を託されたものの、監督就任後も降格権をさまようなど成績は上昇せず。2012年5月2日のノバーラカルチョ戦では、前半のうちに途中交代を命じられたことに不満を。 見せたアデムリアイッチとコロンの末に手を出したことが原因で同日付での解任が決まった。2012年12月17日、解任されたチロフェラーラの後任として UC サンプドリアの監督に就任。2013年2月10日の AS ローマ戦では3-1で勝利を収めたが試合終了間際に相手 DF ニコラス・ブルディッソとロ論となり、 中指を立てたことで退席を命じられた。5月15日には、クラブとの契約を2015年まで延長した。2013から14シーズンは、開幕からつまずき降格権に、低迷、11月11日に解任となった。2015年5月4日、ディエゴロペスの公認として、セリエ B のボローニャ FC の監督に就任。リーグ4位で、プレーオフを勝ち抜き1シーズンで、 セリエ A 復帰へ導く。しかし2014から15シーズンの第10節終了時で降格圏の18位となり、2015年10月18日に更迭された。2017年8月4日、パルバリガのレフスキ・ソフィアに招聘され初めて国外で指揮を取ることとなった。シーズンを3位で終えよくシーズンの UEFA、ヨーロッパリーグ出場権を獲得。しかし、 同大会の予選1回戦で敗退し、2018年7月18日に、解任が発表された。フォッチャのユースを指揮していた頃に、ズデネク・ゼーマンの訓導を受けており、彼の攻撃サッカーを信奉している。しかし、ゼーマンとは、対照的に戦術に固執しない調和型の指揮官で、ある。アタランタ BC では、3バック、SS ラツィオでは4の4の2、 4から3から1から2、あるいは4から3から3とシーズンによって様々なシステムを使い分けるなど、与えられた戦力の長所を活かしつつ綿密に戦術を構築する現実的な采配をとる。若手企業にも積極的であり、アタランタ BC 時代には、ステファン・マキーンは、SS ラチオでは、伸び悩んでいたマウロ・サラテや、ゴラン・パンデフ、クリスティアン・ダニエルレでスマ、 US チッタ・ディ・パレルモでは、ハビエル・パストーレ、ヨシップ・イリチッチ、フィオレンティーナでは、ステファン・ヨベティッチ、マティアナ・スタシッチなどを成長させ、ブレイクさせている。ありがとうございます。